とも称され、毎年9月には、萩祭りが催される。正岡式も、当時の萩を称して、区を残し、境内に区碑が建てられている。震災国33箇所第12番札所。奈良時代、中津川南岸の豊崎の地は死者を川べりに捨てる、ところであり、浜の墓と呼ばれる場所であった。天平7年にこの地を訪れた行記が、人々に、日本で、 初めて仮想の方法を伝授し、自ら薬師如来像を作って付近に生えていた萩を備えたのが当時の始まりとされている。その後、人々の情罪により薬師堂が建立された。以来寺名は薬師堂であったが、遠方9年に相模国公雲寺の霊全洋省が入寺して、総当州に改め、寺名を東稿院に改めた。その後、 水備していたが、文化年間に、大阪住人両外の殿村平門と、中原昌衛の寄進によって、いよいよ、天一修禅寺が再興した。これにより、南の四天王寺、北の東光院と呼ばれるほどに栄えた。1873年、大阪府西成郡川崎村にあった、川崎東照宮が廃社されるのに伴い、東照宮本寺堂、ルリデ殿とその本寺仏である。 徳川家康ゆかりの薬よけ薬師如来座像、東照宮不動堂の本尊、不動明王を当地に移している。1903年には、玉江橋付近にあった、豊臣秀吉が、天正18年に、相模国最上寺から誕生した道、両大権限を祀る道、両道を当地に移している。美濃有馬電気軌道の小林十三に、宅地開発されつつある。 宝塚線沿いに移転して、町の核となってくれるよう頼まれ、1914年に別院があった現在地へ移転した。1973年に、東高院の別院であった浄土州の谷松院を合併している。1988年に交流のあったスリランカの瞑想コタヘーネジュナランカーラ長老により、仏つしが寄贈されている。 1995年の阪神、淡路大震災で本堂が大破するなどの被害が出たが、復興した。1997年、スリランカのケラニア大寺のコルピティ、マヒンダ館長より、同時の秘宝の仏足石が寄贈された。また、2000年春、スリランカ仏教都会議により、釈迦如来寺露仏像が寄贈された。五天皇のをうため、 南朝の女官たちが制作し、川崎東照宮観音堂の本尊であった十一面観音立像は、小寄観音と通称されている。1985年の修理で、北家ケ行の漁師を、小寄りにしたものを衣として着せかけた全国的にも、珍しい仏像であることが分かった。現在は震災国第十二番霊場の本尊。なお庭園、萩路園は、 北王子路三人が命名したものであり、大阪緑の百選に選定されている。ありがとうございます。